皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、アマプラタイムです。アマゾンプライムビデオで今すぐ見れる、今すぐ見れる作品を紹介しております。はい。今回は、えー、映画でもドラマでもございません。ライブコンサート。 キングヌーライブアット東京ドームでございます。評価4.5。今年出たばかりの作品です。はい。説明文を読み上げます。キングヌー指導から約5年の集大成となった初の東京ドーム公演のライブ映像。2日間で約10万人を動員し、 定番ヒットソングの数々から最新曲まで全24曲2時間を超える圧巻のライブパフォーマンスを配信ということでございます。はい。もう皆さん全員人間、人類全員に見ていただきたいんですが、私としては。はい。小学生見れないんですよね。ちょっと煽り。 あおり、あおり文句にちょっと、あの、暴言が入っているということで、あの、小学生が見れないということに。<laughs> 僕、そんなに暴言入ってる感じしなかったんですけどね。暴言が入ってると評価されたみたいですね、アマゾンには。はい。<laughs> なので、中学生以降、まあ、まあ、中学生が見れれば十分でしょう。まあ、中学生の皆さん、ぜひ見てください。はい。はい。もう、とにかくね。 常田だくん、ギターの、ギターとキーボードの常田だくん。はい。実はチェロも弾くという常田だくん。一番左にいる人、もう僕大好きなんですよ。その才能が、その才能に惚れ込んでますね、僕は。はい。はい。そうですね。まあ、本当にいいライブなんで、はい。まあ、とにかく演奏技術もすごいけど、やっぱり曲作りにオリジナリティがあり、かつ、 かつ聴きやすい。これを両立させているこのキングヌーは本当に素晴らしいバンドだと思います。キングヌー、人生生きてるうちに聴けてよかったと私は本当に思ってますね。はい。皆さんもぜひご覧ください。はい。うるさい音楽ですけど、はい。かっこいいんで、はい。女の子のファンもたくさん見てましたよ。いましたよ。はい。 男女ともに関係なく皆さん見てみましょうはいということでアマプラ万歳ということで今回も締めさせていただきます終了となりますそれではまた別の配信でお会いいたしましょうさようなら